皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。前回と同じように、塾でちょっとね生徒に出しているクイズ、これを紹介します。こんなクイズです。3人の順番はというタイトルで、あきらくん、たけしくん、ひろしくんの3人が 100m 競走をすることになりました。これを京子さんと久美さんがこれ順位を予想したんですね。で、京子さんは1番はひろしくんで2番はたけしくん、こんなふうに言って、久美さんは私は1番はあきらくんだと思うよ、こう予想したんですけれど、実は結果2人とも全く外れたと、一つも当たっていなかったんですね。ではこの会話から3人の順位を当ててみましょうと、こういうクイズです。クイズに挑戦したい方はどうぞここで動画を止めて考えて、答えが出たらまた再生ボタンを押してください。では一緒に考えてみましょう。あきらくん、たけしくん、ひろしくん、この後ろに1番、2番、3番、こちらも1番、2番、3番と、1番、2番、3番、こんな風に書いてみます。そして2人の会話ね、この予想をまるっきり外れたので、この会話から分かること、ここに印をつけていきますね。京子さんは1番はひろしくんでって言ったね。ひろしくんは1番じゃなかったんですね。そして2番はたけしくん。ってことはたけしくんは2番じゃなかったっていうことです。で、普通はここで考え止めちゃうんですけれど、1番がひろしくんで2番はたけしくんっていうことは、京子さんは3番は誰になると思っていたんでしょう。ここの部分がポイントです。1番2番がここだったら3番はあきらくんが3番だなってこう考えた。でもあきらくんは3番じゃなかったんですね。そして久美さん、私は1番はあきらくんだと思うよと言いました。ということはあきらくんは1番じゃなかったと。で、ひろしくんが1番じゃない、あきらくんが1番じゃないということはたけしくんが1番だったんですね。そしてあきらくんは1番でも3番でもない2番だったんですね。そしてひろしくんは2つ残っていますけれど、1番2番が決まっちゃったんだったら3番しかないということです、ね、たけしくんが1番、あきらくんが2番、ひろしくんが3番と、これが答えになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。